ウォントバーサスニードプレゼンツ BJJ ウェーブ橋本金也です。柔術のアドライターの成田です。ケニー板橋です。はい、じゃあこのメンバーでやりたいと思います。まずは JLT、ジャパンじゃねえや柔術リーガで TOKIO01、はい、無事に終了しました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、まあ、今回ね、初開催ということで、どうなるもんかと思ったんですけども、参加者が100人弱ですかね。で試合も100試合ですね、ちょうど、はい、組めまして、で、まあ、10時開始で19時終わりという、まあ、本当ちょうどいい頃合いの試合になりましたね。黒帯も組めた、茶帯も組めた、紫青白で、特に白帯はね、タイトリバーサイドの方で JBJJF 主催の大会があったにもかかわらず、はい、やっぱ白帯も試合も多くて、非常に良かったと思いますね。多数のご参加ありがとうございました。ありがとうございました。まずはそのね、大会のことから振り返りたいと思います。はい、成田君、印象に残った試合は、今回の大会の役割分担、はい、ケニーが、はい、会計と会場レンタル、あと表彰の写真を。そう。で、表彰の写真が暗いでね、目線来てないやつもあったり、そこら辺がやっぱちょっと不慣れですね。画角はまあまあ良かったんだけど、そこら辺がね、パチパチ撮ったんですけどダメでしたね。そう、結構でもブログに上がってるやつは目線切ってたりとか、そうだ、あと、まあ、調整もしたりして、はい、いやけどだからあれね、全部の試合が表彰台、ブラジルブログ乗りましたからね。なか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 やらないですよ、あれは。ないことです。今回は終わっ大会のトーナメントが紙終わった瞬間に俺打ってリアルタイムで上げてましたね。でそれで、まあ、その翌日にそこに表彰台を付け合わせて全部やるっていうのもちょっと やってみたんで、あれはどうだったでしょうか。まず次回以降も、ね、できれば続けていきたいと思います。ブラジルもここに出たいっていう人はね、ワンマッチ決勝でも出れ表彰台になればあの写真ができるかもしれない、まあ、あのぐらいでは全然できるので、ぜひぜひご期待ください。であとは物販、ね、やりましたね、ケニーが、はい、まあ、惨敗と、ね、いつもよりは全然売れなかったですね。まあ、参加者がね、やっぱ100人だったんでね、まあ、しょうがないですね。まあ、物販はだってまあ JLT には全然関係ないことなんでね、ケニーのビジネスですからケニーのビジネスなんで、そこは知ったこっちゃないと大丈夫です。は、はい、ね、張り切って忍者 T シャツのカラーバリ作って、はい、それはちょっと、まあ、動きましたけどね、うん、はい、新色が、新色出ました、夏の新色、春夏コレクションが、はい、2016SS、はい、SS サマーコレクションサマースプリングサマーコレクションが、はい、まあまあまあ、それは良しとして、はい、で、なんかどうだった、あと今回生中継したじゃないですか。あ、そうそれが良かったんですけど、やっぱ得点番側から撮ってるから、試合番号が、試合順がもっと分かればもっといいかななんて思いましたね。反対側に試合めくりを1個用意するのもいいかもしれないですね。マットサイドいない人でもこう進行確認できるみたいな、ね、はいはい、あ、じゃあ今度の配信はあれって、ジュースプリーストの収録用のカメラにつないだのね、はいはい、ということは1個はジュースプリースト収録用で撮っておいて、1個固定で得点板から何から何まで置いておけばいいってことだよね。そうですね。あ、じゃあそれをやればいいんだ、うん、反対側から1個撮れるもん、はい、じゃあそれ、じゃあ次回そっち側の反対側からやりましょう、はい、固定になっちゃうけど、まあ、試合の経過見るにはそんなにあれでしょうね、うん、そうね、あ、それはいいかもね、はい、でそれをみんな見てもらえれば、今何試合目だ、うん、何試合目で分かるもんね。そうですね、会場もそんな広くないので、そう、控え室のから心配で下降りてきちゃうと結構ごった返す、うんうんうん、あ、それはちょっといいかもしれないね、はい、近くなんで、はい、はい、あ、じゃあそれそうしましょう、はい、で今回でその試合配信ね、急に決めたんですよ、やろうと思って、でやってこの YouTube ライブ初めて使ったんですけど、非常に画質も良くて、そうですね、画質綺麗でしたね。そう、やっぱあれはあの有線でやってるせいもあると思うんだけど、非常に良かったと思いますね。うん、そうですね。あれはちょっと当たりでしたね、はい。またこれ次回以降も続けるようにしたいと思います。はい、であと成田君。そうですね。僕は写真撮影とレポート、はい、あとまあランキングの整理というか、はい、そこら辺の計算みたいなやつを担当してるんですけども。計算いつ頃できそうですか？ですね。今週いっぱいから来週頭を目指して、じゃあまだちょっと時間かかる、はい、まあその前に、うん、まあ今日というか、
昨日になるんですかね、黒帯茶帯のレポートからレポート配信してますけども、はい、まあ、紫以降も随時レポートまとめていきたいと思います。はい、はい、という感じですかね。試合はどうでしたか。試合はそうですね、僕なんか、まあ、青帯マテウスあたりのこう活気の良さと、あとは白帯の一身柔術も、はい、志坂選手、はい、強かった、はい、強かったですね、前者一本だもんね。そうですね、だからやっぱ、はい、志坂選手もあれだってスポンサー狙い、スポンサー狙い、はい、なんかそういう風に色帯じゃなくてもこうスポンサー狙って、え、色帯でしょ、青帯でしょ、青帯ヘビーでしょ、あれ、志坂さんって青帯でしたっけ。志坂選手は青帯のミドルです。あ、そうです、そうです、ごめんなさい、そうです、青帯ミドルで一人エントリーだったから一、はい、人エントリーでポイントもらうんじゃなくて、試合に出たいって出るってことで、はい、ヘビーに上げてやりました ね、 ね、黒人の彼とやって決めて、サムさんで無差別も優勝だもん ね、はい、すごかったですね。そこら辺がこうちょっといろいろチャンスがあるなっていうのが、そうで、今回ではその、この JLT の一番特徴であるこの、ね、スポンサーが欲しいっつって来る人があんまいなかったんだよね。あんまいなかったっていうか、まあ、胸に秘めてる人はいるのかもしれないけど、マティウス・オンダは明確にもうスポンサー狙いで来ると言ってるんだけど、それ以外の人たちがそんなことなかったんだよね。まあ、普通の大会って試合がしたいみたいな感じ、ね、そうそう、まあ、でも使い分けてもらえばいいと思いますけどね。まあね、はい、まあ、試合出る機会として、はい、そう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 、まあ、俺がまあ思ったのはこのいきなりねブルーの山本で片山司祭選手の試合がねレフリー判定みたいになってすごい一悶着あったけど、やっぱそう考えるとレフリー判定なしなしっていうか、まあレフリー判定今サドンデスを今までずっと見てたわけじゃん。だからそれで慣れちゃったから、やっぱレフリー判定ここに揉めるんだったらやっぱりサドンデスでも何でもいいから完全決着の方がいいなとちょっと俺は思った。審判の負担というか、そうですね、で今回だレフリーが2人でやってて、その1人がインパクト BJJ じゃん、はいはい、ブルーの山本と、あと1個ねファベーラの試合が無差別の試合でレフリー判定あって、やっぱそれも、はい、レフリー判定でブルーの山本がファベーラ上げたんだよね、うん、でそうなるとやっぱり別に、まあ、それはまあいいんだけど、でやっぱいやインパクトだから上げたんじゃねえかみたいなちょっと思っちゃうじゃん、そうなるとちょっとなんだかちょっとやっぱサドンデスっていうのはやっぱりいいシステムなのかなってちょっと俺思ったね。だからブルーの山本なんてリーモンさんにすげえ食ってかかってたもんね。そうですね、ビデオ判定になりましたね。ビデオ判定になりましたからね、 SJJ ASJJF ルールだったらビデオ判定があるなんて言って、はい、でそれもまた視覚でよく見えなくて余計揉めちゃうみたいな、そうだ、ちょっとなんとも言えなかったけどね、ちょっとそういうの思ったね。で今回は井上裕也対、エメルス東の試合が、はい、井上裕也選手が佐渡からわざわざドンブラドンブラ来てくれて、はい、エメにね最初決め狙いでバーンって来たところをカウンターで返して、ね、決めたから ね、はい、ですね、これ良かったです ね、 そうですね、秒殺的な感じですね。そうでエメが怪我して試合出れないってなって、無差別の試合でね松村さんね、試合出る相手ができなくなるってなって、うん、じゃあ井上選手がわざわざ出てくれて、はい、まあ、それも試合も組めたし、うん、まあ、よかったですね。まあ、茶帯と黒帯は、ね、ワンマッチ階級別ってからワンマッチばっかりだったんだけど、うん、まあまあよかったと思いますね。カルペ片山さん、そうです、ね、鶴巻さんと、そうカルペディエム、アクシス、ポゴナ、インパクトって結構ばらけたところでやって、はい、まあ、これはこれで、まあ、面白かったですね、はい、で紫が、ブルーの石井とファベーラが無差別ワンツーフィニッシュして、で本当に、ね、ブルーの石井が階級無差別取っとけばポイント的には全然いいのに、はい、ファベーラにね、ファベーラが負けましたもんね。そうそう、フェザーで、はい、1回戦も1本負け、3位決定戦も1本負けで、はい、でそれで無差別奮起して勝つみたいなね、うん、これもドラマチックだったし、はい、で紫は青帯はもうマティウスが全勝一本でしょ、階級別のワンマッチ 一本勝ちして、無差別の3試合も全部1本で勝って、まあ圧勝でしたね。ポイントもほとんど上げてなかった、ね、いやもちろん上げてないでしょ。だすごい、これはこれでね、まあ、マティウスが
まあ、もう現時点で、ね、あんだけ、ね、道着にパッチいっぱいついてるスポンサーもねえんじゃねえかと思ったけど、はい、あと今泉選手も競技で無差別の方で、そうですね、そう 今泉選手はあのムンジャルでベスト16なんですよ、アダルトでね、はい、でそれでまあ出てきてくれて、まあ、無差別のライトで出て、まあ、危なく勝ってましたね、はい、ブルーの山本なんて秒殺してましたからね、三角 で、 そうです、ね、いやこれはこれすごかったなと思います。はい、はい、でも佐賀江選手というのは強かったですね、そのファベーラ。ああそうですね、あの巴十字がすごい綺麗、良かったですね、はい、決めがすごい強かったですね、うんうん、この人はやっぱしあの MMA ファイターなのかな、あそうなんです、どうなのかな、よく分かんないけど、上久保選手は MMA やってんだよね。そうですね、はい、まあ本当にあのバラエティに富んだ顔ぶれが揃って良かったですね、うんうん、はい、でこの次回大会が9月25日に、はい、そうやるんですけど、またね今回が7月の3日がドゥマウの浅草仙台で、7月の9、10が菊草杯で、17がこれ、来週が、全日本と、台湾インターナショナルで、31日に、コバプルテレという、もう激戦の中でやったこの JLT、 そして9月25日大丈夫かなと思ったらまた激戦です。もうアジアオープンで、その次の週がドゥマグランプリと、関東選手権 JBJJF で、その次の週にこの呪術リーガル東京ボリューム202と、また試合がねいっぱいある中でやりますね。どんだけ、まあ、しょうがない、どんだけ、まあ、集まっていただけるかと、まあしょうがないですね、これは本当にもう東京はね大会がね多い、本当に多いんでね、まあまあ、こればっかりしょうがないんで、まあ、それでも この大会でしかできないことをやっていけば、まあ、それはそれでいいのかなと、うん、でまあ、あと年3回やって、これで2016年のスポンサーとか決まって、うん、来年のサーキットはまた、来年だ、今年の12月に多分最後の大会やると思います。で来年の1月か2月にまたその2017年度のサーキット始めれば、でこれをちゃんと続けていけば、まあ、あのスポンサーのこともそうだし、この大会の色も出ると思うんでね、まあ、頑張っていきたいなと思います。まあ、今回俺リーモさんレフリーね、で成田君ケニーでやって、まあまあ、あのスムーズにいった部分あると思うんですよね、うん、どうでしたか。そうですね、まあこの人数でこのスタッフの数でやるにはちょうどつうか、そうそうそうですね、これちょっと多いとまたスタッフ増やさないとあれですけど、まあこれはこれで、はい、まあそんなに肩肘張らないでやってもらえる大会になればいいかなと思ってはいるので、うん、まあ、それで年間ランキングで自分どこら辺みたいなのが出るのがちょっと面白いのかなとは思います。これは本当普通の大会になっちゃったもんね。そうです、まあ普通の大会だよね。こうどれだけこう同じ顔ぶれの方がこう出てきてくれるのかとかで、けどそれ言ったら1回目のコパラスコンチャス70人スタートだからね、それに比べれば全然いいよ、うん、で今ラスコンチャス5年目で5年目で360とか、で5倍でしょ、だで、ね、と年を重ねるごとに、まあ、倍ゲームじゃないけどかなりの人数には出てるので、もちろん、ね、ミューズでやってるから200人以上はもうだって受け入れられないわけだし、今回だって1面でやってちょうどいいくらいだったよね。で例えば200人でやったら2面でやってちょうどいいくらいになっちゃうから、200人以上逆にカットすることになるから、まあ、このレベルの大会でやる分にはすごくいいかなと思っておりますので、ぜひぜひ次回以降もよろしくお願いします。お願いします。はい、では今週末台湾インターナショナル、はい、で本来世の中はね東京日本だったら全日本選手権、まあ、全日本選手権がねかなりいいメンバー揃ってるんですよ ね、 そうですね、すごいなと思いましたね。けど俺たちは台湾に行くっていうね、あれ毎年のことですからね、なんとも言えない。台湾に限り終わりありますか、まあ、じゃあそうだから全日本選手権の方はけどアベマ TV 見れないんだよね、台湾は海外は見れない、もしかしたらフレッシュだと見れるかもしれないです。あ、本当。あのオフィシャルのアベマだと見れなかったんですよ、この間。あ、そうなんだ。でフレッシュだと回線遅いんですけど、もしかしたらじゃあポケット Wi-Fi 持っていけば見れるんだ。はい、ちょっとそれも楽しみですね。だからあの紫帯が見たいんだよね。ケビンが上がったでしょ、はいはいはい、ケビンとルーカスが。
で出社の黒帯デビュー戦もあるし、はい、あそこら辺のねあのインファイトのねトップどころがバリバリ の, あのコンピューターが上がってたんで、すごいそれが楽しみですね。まあ そのメンバーがその全日本でどうだこうだってあって、コパブリタリアも出ると思うんで、ちょっとそっちの、まあ、アベマフレッシュで見ようかなというところで、はい、台湾インターナショナル、はい、どうですか、誰が出ますか、全然見てないんですけど、誰出るんですか、僕も成田さとし、成田さとし、さとし君出ますね。さとし君去年が道着のチャンピオンだよね。そうですね、道着は準優勝だよね。道着準優勝でした。2年目の夏、はい、2年目の夏ですよ、はい、クローズと割らない勇気、そうディフェンディングチャンピオン、はい、まさかの道着も参戦、はい、ちょっとこれはこれ楽しみですね。明らかな練習不足と、いや全然練習しないでしょ、はい、やばいですね。まあそこでね、あ、まあ、サトシ君の試合もありつつで、ケニーの道着、道着間に合えば分かんないですけど、まあ、T シャツ前回も、いやもう明らかに間に合わないし、まだパキスタンにあるんだもん。そうですね、まあ完全にまあ T シャツ屋さんですねT シャツ屋だね。 T シャツをもうスーツケースに詰め込んで、夢を詰め込んで、23キロでしたっけ、23キロギリギリまで詰め込んで、いや2個 OK だから、あれ23、23の、まあ、50近く、そうでもそんなモテって声からいいや、スーツケース1個で勝負しますから、まあそれはそれでいいけどさでそういうのもあるからね、台湾インターナショナルで今年はだからキッズボンボンが増えて、で会場もなんか大きいところになって、マストとかもじゃ増えるんですか、ね、多分ね、だそれはそれでまあすごくいいよね。だからその台湾インターナショナルも結構前の大会からずっと見続けてるから、そこに、まあ、あの年々大きくなって規模が大きくなってくるのをあの見続けてるので、これはまあ毎年行けるようにちょっと行きたいんだけど、夏の台湾暑いんだよね。35度だって。先々週行きましたけど本当暑かったですもん、ね、いややだな、昼間出たくないぐらいな。よくあのフーター外でフーターで食いましたね今思うと。そうですねいや今年も着いたらもうその日の夜はフーターだったよ。で土日はだって大会で、月曜日はオフだけど、ダニエル・チャールズセミナーだからね、まあ、だから本当あっという間だよね多分。で火曜のもう早朝に帰国ですもんね。だから本当やることいっぱいいっぱいだよ。あの千と千尋の片思いの、片思いじゃないや、あそこ行ってみたいけどね、あの提灯とこ、階段のところですね。あ、階段なの？階段ですね。じゃあダメじゃん、俺膝。和歌山サポート会社じゃん。あ、そうなんだ。猫がいっぱいいるとか言いますよね。あ、そうなの？サポーターじゃなくて、あれ階段ですよ、結構。で、あの変な旅館みたいなボンボンがあるところです、ね。そうそうそう、ちょっと見てみたいんだけど。写真撮りたい。写真家として。いや、ちょっとあの風景ちょっと見てみたい。俺が観光来たいってなかなかなくない？いや、でも当日出ていいよ、目のせいって言って。行ってきてよって言って。どんな感じか教えてって絶対そうなると思うから。ああ、まあそうですね。まあダニエル・チャールズセミナーもあるからね、その最終日はね、はい、すぐ行けるのそこは。行けない、バスとかですかね、電車、台北から電車で41時間ぐらいかかってます。あ、じゃあ1時間だったらいいじゃん。1時間かな、結構遠かった。あれ新幹線、元気あれば行ってみようか。バスとかで行けるみたいですね、確かしないから。あ、ちょっと見てみたいんだよね。あのジブリ嫌いの俺が唯一面白いなと思う映画はあれだからね。そうなんですか。そう、ナウシカとあれだけは、あ、唯一じゃないか、ナウシカとあれはちょっと面白いなと思うけど、まあ、台湾インターナショナルも楽しみです。はい、そして先の話になりますけども、11月ですね、 SJJIF のワールドギー&ノーギーキッズと IBJJF ノーギーワールド丸かぶり、すごいですねそれも。あれすごい。でジョアン・シューバーに聞いたのよ。はい、でなんかあの一瞬だけジョアン・シューバーの大会がずらすかもしれないみたいになってんだけど、でジョアン曰く、いやもううちはやるって、最初11月4日だったんだって。で、3日4日でその、あ、3日4日だったかな、4日5日か分かんないけど、そこで農技ワールドが入ってたんだって。だから、あ、じゃあ1週間ずらして、じゃあ俺たちやろうってなったら、なぜか知らないけど IBJJF が何かの理由、どういうわけか同じ週になっちゃったなって。で確かにあんな LA のカーソンでやるのが SDGIF のワールドでしょ。
ロングビーチでやるのが BJJF のワールド、ノーギちゃん。あんな30分のところでそ世界大会2つやってんだよ。すごいな。それすごいよこれ。どっちも引かなさそうですもんね、譲らないで。そうだから会社が違うし、だから柔術だけどルールが違うから。で農技と柔術だけど、あの SJIF のワールドは農技もあるんだけどね、お互い割り食うでしょ。でもともと農技ワールドって参加者だけ700人とか800人なんだよ。1000人いかないぐらいの大会だから、それをあえてやる。だしかも SJIF の農技ワールドもあるわけじゃん、 SJIF には、はい、そんなことやるかなと思ったんだけど、まさかの。だから同じ日に大会があるんだよ。だから今度の7月の、いや9月の17にドゥマウグランプリ、浅草の大きいところね、はい、タイトルリバーサイドの大きいところで、18日に関東選手権柔道場、タイトルリバーサイドあるからね、浅草で2連戦、ASJJF と JBJJF が2連戦よ。まあ曜日は違う。だからその前の週にあのアジアオープンがあって、その次の週にこれだって。食い込んできますからね。すごいよ。食い込んでこないよ今度。食い込まないよ。だからけど今度はね、ここでね、ヨヨジョがあの焼きそば売るかもしれない。そうですね。ヨヨジョメダルが、ね、完売必至の。そう、あのブロマデ付きの焼きそば。写真も撮れるかもしれない。撮れるかもしれない。そういうのもやるかもしれないんでね。それはそれでいいんですけど。だからその大会が、土曜日ドゥマウ、日曜日 JBJJF どころじゃない。同じ日だもん。しかもその中継の、そう、フローグラップリングが SJJF 入れてるわけでしょ、うん、ポスターにも名前入ってるし、あれやるんだよ。だまあ SJJF 前からフローグラップリングが独自でもやってたけどね、うん、今回フローグラップリングが入るってなって、で SJJF の IBJJF の農技ワールドだって、あんなシステムだって全部2カ所で配信とかってやれんのかな。すごいね。まあ持ってんですかね。あ、ハイウェルにちょっと連絡してみようかな、うん、聞いてみようかな、どうすんのっつって。これないよね、うん、だから前にあの2001年にムンジャルがあったでしょ。で2002年のムンジャル のも同じ日程でコパドムンドがあったんだよ、ワールドカップが、うん、ノバウニョン主催ので、そこに賞金が出るコパドムンドに出る出ないってなって、レオジーニョとかがアリアン氏を脱退したんだよね、はい、なんか揉めたって、揉めたきっかけがそのコパドムンドなんだよ、はい、同じ日でやるから、お前らだアリアン氏はチーム優勝だなんだのもあるから、うん、IBJJF の方に出ろって言ってるのに、ロレオジーニョ、いやそんなん俺たち金欲しいって言って、コパドムンドに出るって言って、そこで揉めたんだよ、うん、それが同じ日だったので、2001年はもうムンジャルしかなかった、最後のムンジャルね、うん、で2002年がコパドムンドとムンジャル、ま、あの同じ週に同じ日にやってた。でその次の週、次の年は1週間ずれたのよ、うん、最初の1週間が、コパドムンド、次の週がムンジャルみたいな、うん、そういう共存だったんだけど、はい、久々にこの同日開催、すごいね、びっくり。けどこれって、まあ、俺たちもそうだけどスケジュールを決めるじゃん。だからこれが決まったら結構前じゃん、うん、5月4月とかでしょ決めたの、ね、半年後のやつ決めて、その時にバン、じゃあここでやろうってガンって決めてたわ、発表してないけど決めてた、したら同じ日だったっていうのはあるわけじゃん。うん、まあそうですね。そんな悪意を持って後乗りサクサクってのはないだけど、悪意を持って同じ日にするってそんなやる？そうです、まあ、気を使いますよね一応、うん、お互い損じゃん。損ですね、あの客割れしますもん、客割れって言い方はできるんです、あの、うん、参加者が割れるじゃないですか、うん、そう、そこまでしてなんか分かんなかった、強行する理由はないよね、戦うっていうか。なんかその11月頭にアメリカで何かあるんですかね、大きいイベントかなんかが。あ、だから外す？あ、あ、そうなのかな。大統領選とかあるんですかね、絡んでるんですか、ね、知らない、何があるんでしょうか、うん、ちょ、それもね、今回のあの これのスケジュールにちょっと引っ掛けてちょっと思った次第ではあります、うん、はあ、まさかの武道ビデオブロードキャスト復活なるかみたいな。いや、あんだけ揉めたきゃないでしょ、今更ない、今更次郎でしょ。もういいって感じですか、ね、もういいでしょ、声かかっても多分やんないでしょ、プライドが分かんないけど、はあ、で、あの前回の、BJJ ウェブで、募集したマイケルエリアセミナー、まだ全然問い合わせ一件もありませんので、
そろそろ、7月いっぱいであの問い合わせなかったら一般公募でちょっとあのブログとフェイスブックで載せて告知しようと思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。で、忘れちゃいけない8月4日8月5日だ、カフェダンタスセミナー、こちらの方まだまだ、募集しております。参加者受付中です。参加費が、一般4000円、ミューズ会員3000円です。これ リーズナブルですね。とっても、とっても、参加しやすい。金曜日の夜なんでね、しかもこの1回しかやらないですから、レジェンド枠。ね、この1回しかないのでね、ぜひぜひ、だから、まあ、毎年、ね、メンデスとか、まあ、すごいですよ、うん。毎年来ますから、これいつも言うけど、カフェなんだって、結局だ、シャノン・リッチだって、あの1回で終わったわけでしょ。年に1回やるそうレジェンドセミナーですよ、レジェンド枠ですよあれで、今回もだ去年がシャノン・リッチだ、去年だとこのぐらいの時期にやったよね、8月9月でね、で今年はそれがカフェダンタスです。でそこでセミナーをやってどうでしょうかっていうところです。はい、募集中ですのでそちらの方もよろしくお願いします。他何かありますか。大丈夫？大丈夫かな。はい、じゃあそんな感じで、はい、コパラスコンチャスじゃねえ、ラスコンチャス同期が近日発売、はい、ね、そちらの方もお楽しみください。あ、コパブルテリアですね、コパブルテリアの方も、今現状で、あさって木曜日に、締め切りになって今現状で800人超えてます。で去年の大会が850人だったんで去年よりも増えるんじゃないかという感じになってますね。こちらの方も、あさってなのでもしかしたら締め切る可能性もありますけど、あと2日だからも入れちゃうかな、どうかな、よく分からないですけど、そちらの方も7月31日ですね、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いします。はいはい、ブルディスニーやるの。あ、そうだ、ブルディスニーあります、忘れてた。そうだよ、これのその前が9月3日じゃん。9月3日にあります。土曜日開催、9月3日の土曜日ブルーディスに、去年は200人出てもう早期締め切りました。で今年は土曜日なんで日曜日にやるよりちょっと少なくなると思いますね。でもちろんその次の週にアジアオープンがあるとかもあるんですけど、これもう本当青梅の登竜門の大会なんで、もう、ね、今活躍してる、ね、はい、そうだから去年の、すごく名前を挙げたルーカス、ケビン、イゴール、そして森部選手で、ね、イゴール以外全員紫に上がりましたね。でということでそのインファイトのから、ウィリアン・サイオがもう名乗りを上げてますから、もしかしたらペドラ・キラーも出るかもしれないインファイトから、はい、インファイトの生きのいい青帯ね、ビート・ヨシダもいますよ。そこら辺をねぜひぜひちょっとプッシュしたいなと思ってるのでね、その、9月3日が、ブルーディスニー、9月の10日11日がアジアオープンで、17がドゥマウのグランプリで、日曜日が JBJJF の関東選手権で、25が JLT あります、いっぱいあります。大変ですね本当に、9月も大変、残暑が厳しい、そうですね、そこもありますのでね、大会のスケジュールいっぱいありますから、そちらの方もぜひぜひチェックしてください。はい、そんな感じでウォートバーサスニードプレゼンツ BGG ウェーブ、橋本喜也でした。成田さとしでした。ケニー手橋でした。ウォートバーサスニードプレゼンツ BGG ウェーブ、また来週お楽しみください。さよなら。さよなら。